ジンベエザメを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。いただきます。こちらの折り目の3分の1ぐらいで折ります。こちらを少し残して段折りします。と辺と折り目を合わせて折ります。こちらに合わせて戻します。こちらの角の部分を段折りします。角を内側に折ります。裏返してこちらを少し斜めに折ります。こちらに模様を描きます。こちらで完成です。